暑さの中で文字通り熱気に包まれる広小路。子供から大人までが激しいリズムに合わせて全身で表現するダンスと、今治に受け継がれてきた伝統の踊り、そして伝統芸能継ぎ獅子。今回は3年ぶりに復活した今治市民の祭り音幕の模様をお送りします。8月6日、2日間にわたる今治市民の祭り音幕の安全な開催を祈る祈願祭と開会セレモニーが行われました。祭り振興会の皆さんとさまざまな協議もしてまいりました。状況は厳しいなというふうに思っておりますけども、市民の民度を信じてですね、しっかりとやっていただきたいなというふうに思っています。今治市民の祭り音幕は今から25年前、それまで行われていた夏祭りのバリ祭と秋の港祭りが統合されて新たに生まれた祭りです。踊り共演の再開を宣言します。1日目の祭りの柱はアップテンポなバリダンスと伝統の踊り木山音頭。今回はコロナ対策で参加者を通常の半分程度に削減し、密を避けるため広小路大通りに限定して開催。延べ26連、およそ1300人が参加しました。最高です。きつかったですけど楽しかったです。そして2日目は迫力の太鼓演奏に郷土芸能継ぎ獅子などが披露され、今治市民が子どもから大人まで一つになって楽しめる、まさに市民の祭りとなりました。3年ぶりに開催された音幕、2日間にわたって今治の街を熱く盛り上げた音幕は花火大会でフィナーレです。10月から今治市民最高100周年を祝うイベントを予定をしてございます。2年間、休止という形でこの音幕をうまく成功できるのかというのがすごく心配でした。だけど無事に音幕を終わらせたと思っております。いよいよ残り花火というふうなことでありますけれども、この花火に市民の皆さんの思いを託して見ていただきたいなというふうに思っています。でやってくれてよかったなと思います。やっとこう音幕の花火見に来れたのですごく楽しみに。夜空をあでやかに彩る花火、その輝きには今治の街の発展と新型コロナ感染症の一日も早い収束など市民のさまざまな願いが込められているのです。